そう、だからちょっと今日はお部屋を変えてリビングでやっていきたいと思います。お洋服好き？うん、ありがとう。春っぽくした。現場でいない、現場で連れてこれなかった、めっちゃバタバタしてて。現場じゃない、うんね、聞いて、この子ね、私がね、高校の家庭科の授業で作ったぬいぐるみなんです。これ全部自分で作ったの。生地切って、綿詰めて、目つけて、お鼻もつけてって。そう、これ全部自分でやったの。すごいでしょ。だからもうね、大事に飾っております。可愛くない？本当にすごいと思う。これ作ったんだよ。イエーイ。ということで今日はここにね、ピンクのクマを。はるさん、ハートありがとう。気がします。ごめんなさい、もう慣れてない画角からやっていてちょっと止まりましたね、一瞬。職人技。 かわいいクマさん、ゲンさん。 何でも。そうなんですよ、私は手芸とかがね好きなので、こういうのを作ってました。時が止まった、ごめん、一瞬止まっちゃった。むずいね。お、初見さん、ありがとうございます。こんにちは、ありがとう。ゆうさん、クマありがとう。イエーイ。 はい、それではね、そうでね、ちょっと生クリーム、今日はね、ここに見えるかもしれないんですけど、ミルクレープを作っていきたいと思います。イエーイ。そう、ミルクレープを作っていきます。そう、緑パンケーキですか、美味しそうって言ってくれてありがとうございます。あ、仙台の光あめさん、お花ありがとう。エプロンない、ちょっともう本当にバタバタしてたからさ。シンナのヒカラムさん、ハートありがとう。ミルクレープ、そう、ミルクレープを頑張って作ったんです。しかもね、初めて作ったので、聞いてください。うちにね、クレープ作る機械があるんですよ。こうフライパンのなんか底みたいになってるやつあるんですね、クレープの作るやつ。それをやろうと思ったんだけど、ちょっと油敷くのかとか分かんなかったからフライパンで結局やったんだけど、めっちゃね、うまくできたの、初めての割には。よくない？抹茶クレープです、これは。で、今からミルクレープをね作るから、そう、後ろ、イエーイ。そうで、なんだっけ、そう、生クリームをね手動でねかき混ぜようとしたんだけど、全然できなくてね、本当に妹にめっちゃ手伝ってもらいました。 ずっとね、手動でかき混ぜてもらってたんだけどね、全然できなくてね、普通にミキサーでやりました。ミキサーってほら、あれじゃないですか、洗うのとか大変だから、ワンちゃん手動でいけるかなって思ったんだけど、いけませんでした。なのでちょっと押してしまいましたね、ごめんなさい。おー、いい、緑虫のミルクレープかと思ったか、誰言ったの。何でもできる人。仙台の光あめさん、誰もありがとう。そう、こんにちは、どうも。妹さんナイス。そう、本当にナイス、マジで助かりました。ということで、早速作っていきたいと思います。ゆるゆる配信なのでね、今日は見守ってください、私のこの初めてのミルクレープを。結構いい感じにできたんだよ。ちょっと待って、綺麗なやつを一番上にしよう。はるさん、だるまありがとう。ちょっと待って、すごくない？結構頑張ったんだよ、私。で、これとかめっちゃ綺麗にいったの。見て。ほら、綺麗くない？初めて作ったんだよ。んでね。ちょっと裏からいこう。そう、一番ね、下ね、一番最初に作ったやつ結構失敗しちゃった。大きいやつからやってった方がいいよね。ほら、これとかね、2回目に作ったからすごい失敗しちゃった。大きいのからいこう。よし、これからいこう。よし、作っていきますよ、ミルクレープ。ごめん、ちょっとコメントとかアイテムとかは後で読みますね。ちょっと手がダメなので。よし、それでは、ユフキッチンスタート。なんかあれだね、YouTuber みたい。イエーイ、行くぞ。そう、これが妹が泡立ててくれた生クリームです。どんぐらい入れる、これ。どんぐらい、どういうもん。見えないね、今こうやって生クリームを広げていきます。あ、ちょっと多かった、ちょっと多かったかな、ちょっとすくう。
そう、みんなね、ゆふキッチン配信でやってって言ってたのでね、できるやつを考えたんですよ。てか、めっちゃ見切れてるね。We are Fruit Pockets! ちょっとね、形がね、全部ね、バラバラだから、あんま綺麗にできないかもしれないけど、見守ってください。そう、初挑戦なの。お、みのりんがいるみたい。ありがとう、みのりん。さあさあ、どんどんいきますよ。ちょっとマジ今日は真剣。よし。ちょっとうまくできるか分かんないけど、まあ美味しければいいっていうスタンスなのでね、私は。普段さ、スイーツ作らないからさ、ちょっとね、生クリーム緩いかもしれないから、綺麗に断面できないかも。まあ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 、そういうこともありますよね。いくらで食べられますか。あ、これ綺麗にできたやつ見て、綺麗くない。いいよいいよ、3枚目いくよ。なんかね、本当アイシングクッキーとかも作りたかったんだけどね、なんかアイシングクッキーとかってめちゃめちゃ難しそうだからさ、やめた。今日は本当にマイペースゆるゆる配信なので、はい。こんな感じでやっていきます。止まる日があったり、うまくいく。みんなも普段ケーキとか作りますか。ちょっとね、クリーム、私あんまり生クリーム得意じゃないから、生クリームは少なめでいきたいと思います。それでは4枚目突入。なんかコツとかあるのかな、わかんねえわかんねえわかんねえ。こういうのはね、目分量でいくのが一番ですね。今日はめちゃめちゃいい天気ですね。さっき材料買いに外に出たんだけど、でもやっぱり寒かった。ちょっとケーキはさすがに作れません。わあ、いっぱいこうアイテムもありがとうございます。後で全部読みますね。お、さっきパンケーキ作りました。すごい。今日のお昼はタコなかったのでチーズのたこ焼き作ったよ。たこ焼きじゃないやん。チーズボールですね。私もこの間たこ焼き作りましたよ、家族で。いいよね、なんかワイワイして。あ、でもこれめっちゃ綺麗。これめっちゃ綺麗。見て。こんな綺麗なのありますっていう。でもね、なんか本当は多分ね、十何枚重ねるんだけどね。なんか、生地が少なかったっぽくてあんまりできなかった。木漏れ日のような優しい眼差し、ずっと。あ、もっと生クリームこれさ、入れた方が良かったかな。まあ、いっか。いいよね。きれいにやろ、こっから。今までちょっと雑にやりすぎた。よし、こんなもん。なんか新鮮だね、いつも違うから。最後に山椒トッピングします。ここには山椒はトッピングしません。あの、こっからすごい上達ゾーンですね、後半の。ただ近づきたくて、ただただそこにいたくて、君がない。ボンド塗ってるみたいに見えてきた。ちゃう、生クリームだもん、ちゃんと。これさ、難しい。なんかさ、ぎゅうぎゅうしちゃうとさ、下の生クリームが出てきちゃうから。あ、だからやっぱ少なめに塗ってよかったのかな。断面が綺麗にいくといいな。こだわりはありますか？こだわりは、抹茶をいっぱい入れました。なんか、分量だと、なんか、薄力粉 120g に、
抹茶パウダー大さじ1杯だったの。でも大さじ1杯と思って大さじ4杯くらい入れました。だからきっと抹茶の濃い味が美味しいはず。断面大事。料理したくなってきた。お、いいですよ皆さん。あれですもんね、春だからなんかきっと新生活が始まる方もねいたりして、みんな自炊はしますか？よし。みんな何が得意なの？お料理あんまり聞いたことない、みんながお料理するのとか。京都のお高い抹茶ですね。全然スーパーで買ってきた抹茶です。好きな一家じゃないよ、好きじゃ足りないよ。そう、なんかホワイトデーもこの間あったし、なんかちょうどいいなと思ってお菓子作りしてますね。目が綺麗だな、ありがとうございます。わかる、不安になるとマシマシにする。豚の角煮食べたい。豚の角煮めっちゃ今食べたい。お腹すいた。いいね、豚の角煮作れるって結構さハイレベルじゃない？どうやって作るんだろう。いいね、ホロホロになるの作れたらめっちゃいいね。よし、冷凍食品で何でも作れる。まあそうね、確かに。そういえば先月シューマイ作った。シューマイすごい、やばい、あと2枚で終わっちゃう。めちゃ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 薄いミルクレープになっちゃうけど、まあいっか。シューマイか、シューマイ作ってみたいな。結構シューマイ好き最近。なんかさ、あのさ、皮がカリカリにできたらいいよね。どうやってやるんだろう、オーブンでやるのかな。蒸すのか、シューマイは蒸すんだよね。蒸すだよね。でもなんであんなカリカリなんだろうね、あの皮のところが。難しそう。圧力鍋、確かに圧力鍋って天才だよね、本当に。なんか鳥とかさ、あの骨付きのさ、手羽先とかさ、手羽元とかもさ、圧力鍋でやるとすぐ柔らかくなるしね。居酒屋でバイトしてたからつまみばっかり作る。いいじゃん、私つまみ大好きだよ。スイーツちゃうけど、ユフティンがインスタに書いてあった。あ、行っちゃった。見なかった。ミルクレープさすがです。ありがとう。今日初めて作るんだからね、どうなるか分かんない。その時は蒸した蒸したか、やっぱ蒸すんだよね。よし、ついに最後の1枚。最後の1枚は一番綺麗にできたこちら。これどっちが上がいいかな。いや、こっちが上がいいな。こっちの方が綺麗。綺麗。私カラーですね、緑は。最後の1個、1枚。はい、え、よくない？めっちゃ綺麗なんだけど。めちゃめちゃ薄いんだけどさ。できた。見て。完成。ちゃんと生地から作ったんですよ、粉から。なんか最初はホットケーキミックスでやろうかなって思ったんだけど、ちゃんと薄力粉からやった。完成！めっちゃ早いな、完成。配信頑張ってね、ありがとう！スクショしました、ありがとう。じゃあスクショしてください、皆さん。完成！ OK、おっと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 。よい！うん、ありがとう、みんな。それでは、肝心の断面を切っていきたい。あ、どうしよう、写真撮っとく？写真撮っとこう。ちょっと、服のちょうだい、なんか。ティッシュちょうだい。妹が横にいるのでね、妹に頼んでおります。完成おめでとう、ありがとう。すごい偉い天才だって、やった。あ、待って、私の携帯で配信してんじゃん。今もう一個あるの、前の携帯がまだあるんだ。こっちにはね、4人でプリ撮ったやつが入ってるんだ。かわいいでしょ。よし、写真撮っとこう。一旦これは下に置いてと。でもなんかあんまり映えてないね、このタイミング、この感じだと。よいしょ。でもあんまりね、周りが綺麗じゃないんだよね、今のところ。
よし。妹がいつもお世話になってます。妹さんアシスタントありがとう。エモラギじゃん。あとインスタにアップすね。断面が気に入り、よし。断面を切っていきたいと思います。いくよん。しゃ。いきます。え、待って、絶対うまくいく自信がない。待って待って待って、生クリームが出てる。やばい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 。しかも全然真ん中じゃなかった。まあ、いっか。何等分にするべき？入刀。あ、ハット包丁温めるべき？まあいいや、綺麗だから。こんにちは、こんにちは。切りにくそう、切りにくい、とっても。ちょっと待って、じゃあちっちゃめにする。ここいやー、切れてるの？ちゃんと。怖いですね。切れているのか分かりません。ちょっと待って。うん、うまっ。さあ、いけるのか、どうなのか。よいちょ。さあ、緊張の瞬間。ちょっと待って、こっち切れてないかも。さあ、いきます。はっ、え、待ってね、全然切れてないんだけど、ちょっと待って。オッケー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 。いや、滑る。まあ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 、ちょっと生クリームがガチで少なすぎたっていうのはありますが、ダメ、こちらでーす。まあ初めてだからね、こんなもんだよね。ちょっとなんでここだけめちゃめちゃ多いんだろうね。あ、でも、あ、こっちいいんじゃない？こっちいいんじゃない？ちょっと待って待って待って。こんな感じ。こっちが良くない？そう、生クリームめちゃめちゃ少なくしたからさ、なんかすごいもう皮だけみたいになっちゃったけど、ちゃんと生クリーム入ってます、一応。どうですか？どうですか？うん、美味しそうだって、やった。かわいいサイズ。うん、なんか、大きいのいっぱい食べれないじゃん。生クリーム少なすぎるね、思った。めちゃめちゃ多分もっともうたっぷり入れるんだと思う、多分。まあ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 ね、クリーム控えめで体に優しいって、それな。グッジョブ、やった。それな、八つ橋みたい。食べよう食べよう。食べながら、食べながらアイテムを読みますね、今から。あ、じゃあまず最初にアイテムを読んじゃいますね。めちゃめちゃ今から読み上げていきます、私。きなさん、だるま、ありがとう。え、ちょっとっと、はるさん、なんだろう、風呂敷みたいな、ありがとう。そして、だるまも、ありがとう。スカイさん、だるま、ありがとう。えのでんさん、だるま、ありがとう。タラバさん、だるま、ありがとう。きなさん、だるま、ありがとう。そして、そして、仙台のひからあめさん、だるま、ありがとう。もうだるま祭りですね。嬉しい。ありがとう、みんな。仙台のひからあめさん、だるまありがとう。で、えのでんさん、ハートありがとう。よいしょ。ゆうさん、だるまありがとう。そして、えのでんさん、音符ありがとう。やまげんさん、音符ありがとう。また止まった疑惑です。ごめんなさい。ちょっと待って、え、待って、止まっちゃったから全部ギフトどっか行っちゃったみたいなやつ。待って待って、え、待って、
読んでたのに。一回配信止まってスタートしちゃったから。ごめんなさい。下から読んでいきますね。仙台の光雨さん、花束ありがとう。木野さん、誰もありがとう。春さん、風呂敷ありがとう。桃太郎さん、ハートありがとう。コータさん、なんだこれ、ブラボーありがとう。そして、タラバさん、いいね、ありがとう。ミラクルダイヤさん、いいね、ありがとう。仙台の光雨さん、ハートありがとう。木野さん、風呂敷ありがとう。山芸さん、音符ありがとう。仙台の光雨さん、お花ありがとう。山芸さん、尊いありがとう。ゆうさん、ハートありがとう。はい、ということで、さっきのさ、コメントが消えてしまった。やだ。遅くなりました。こんばんは。どうも。今ちょうどミルクレープを作り終わりました。ミルクレープ、多分ミルクレープみたいなやつ固まったよね。見えますか皆さん。食べたーい。だって優しいクリームの。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。世話しない配信で申し訳ないですね。それでは食べていきます。これ食べれるかな。このね、全部ね、食べようと思った瞬間に全部崩れるというこの現象はどうすればいいんでしょうか。崩れた。もうこのまま行こう。このまま行きますね、もう。絶対もっと生クリーム入れてよかった。追い生クリームしよう。よいしょ。上にのせよーっと。ミルクレープにした意味後で挟もうかな、もう一回。そう、ゆるすぎんだよね。そう、でも温まってきちゃった。もうちょっとお砂糖入れてもよかったかな。でもこのぐらいがいいよね。そう、なんか生クリームってずっとさ、冷やさないとダメじゃん。そう、うまい。みんな言ってる、口に生クリーム食べ方かわいい。やめて。感想はもっと、多分本当に生クリームをめちゃめちゃ固くしなきゃダメなんだなって思ったの。でもそういうふうにやったら結構ね、ずっとミキサーでやってたんだけど全然固くならなかったの。だから生クリームを固くするやり方を誰か教えてください。そうね、そう、あと冷やそう。ちょっとねえ、冷蔵庫入れて食べていいよ。多分ね、追い生クリームした方がいい。待って、それは片方から行った方がいい。気をつけて、絶対壊さないでよ。ね、冷やしてもらいます、一旦。もうね、すごい、もうね、でも美味しい。なんか甘いのあんま得意じゃない方も食べれそう。優秀なアシスタントさんがいるって言ってくれてる。こうした？セーフセーフ。姉妹仲いいね、めっちゃ仲いいです。生クリームは冷やしながら、でもね、めっちゃ冷やしたの、氷めっちゃ入れて。
残りはスタッフが美味しくいただきました。どっちでもいいよ妹ちゃんの味の感想は聞きたいです生クリームにお酢とかレモン、そうなんだ、レモン汁ね、いいね。ユフのワイ、ユフのワイ、終わっちゃった、全然早く終わっちゃった、めっちゃ時間かかると思ってたのに、焼くのが時間かかったね、やっぱり息高いマグカップフ冷蔵庫開けたら緑虫じゃないってば。ちょっと生クリームをね、いっぱい入れた方が良かったですね。バナナにのせるの忘れちゃった。でももう おやつの時間過ぎて4時だもん。皆さんは最近何をしてますか今日の無理クレープと何を飲む体操、あんまり甘くないから、なんか甘いの、私甘いミルクティーが好き。あ、でもね、最近ココアも好きで、ココアを作ってる。ここでね、なんか普通にさ、ココアの粉売ってるじゃないですか。で、それを冷蔵庫入れていいよ美味しいって妹がこうやってやってた、ふーんってやってた今そう、なんかココアを普通に粉入れて、お湯じゃなくて一回お鍋に入れて、ココアをで牛乳ですごく練って、でドロドロになって、ダマがなくなったら火にかけてちょっと牛乳足して、あと生クリームとかちょっとね入れるとめっちゃ美味しいココアになりますよ。就活するような、頑張ってください。温泉行くか寝るか仕事しかしてません。お、温泉、温泉いいね。なんか普通にこの間友達と温泉っていいよねっていう話になりましためっちゃ褒められてるよあ、バナナが欲しいってバナナが欲しいです妹は。一回見たらマジただ生地重ねてるだけだね。なんかね、抹茶のミルクレープは小豆とか乗せても美味しいだし、でもなんか小豆とかそこまであんまり好きじゃないからやめた。さすがココアの作り方、それやったことあるけど面倒になってやめた。そう、面倒くさいの鍋に結構こびりついちゃうし、けどね美味しいですよ。今日ライブ行きたかったな。そうだそうだね、本当に仕方ないですね今は。やっぱポブクラだな。そうなんですよ、寂しいけど、寂しいけどこうやってねショールームでみんなに会えたりとか、ネットサイン会で会えたりとか、そうやってね、ライブ映像をねみんなが見てくれたりとか、もうねできるねことを今楽しみたいですね皆さんと。都会でバナナジュース流行ってるって本当？え、なんかさ、なんだっけ、この間 M スパ、結構前に M スパでなんかなんだっけ、タピオカの次に流行るのはバナナジュースみたいなの言ってたけど、私全然見てないよバナナジュースどこに言ってるの？そう、なんかよくさ言ってるんだけど、あんまりそれ聞かない。バナナチップ好き、私もめっちゃ好き妹が可愛いだけの配信だったねー、私はあれこれ配信見てる、在宅でも配信あるのありがたいよ、ありがとう。そんなバナナ、後ろのピンクのぬいぐるみは広瀬さんですか？そう、最初ね言ったんだけどね、これ私が作ったんです。中3の家庭科の授業で作ったの、これ
すごくない？なんかね、めちゃめちゃ難しかったこれ。まず生地切るのも、生地の縫い合わせるのがめちゃ難しくて、特にこの顔のところ、顔ってなんかただ丸いだけじゃないじゃないですか。手とかはさ、この裏と表の生地をこうやってここ縫い合わせるだけなんだけど、お顔の部分が本当に難しくて、なんかなんだろう、立体のやつを作んなきゃいけなくて、あとこのね、目の部分が本当に難しいの。なんかさ、裏からやんなきゃいけないじゃん。だからさ、表となんかうまく位置がさ出なくて、めちゃめちゃ苦労したし、このね、お花はね、刺繍なんですよ。だけどなんかね、うまくいかなくて、ちょっとね、不機嫌なクマになっちゃったの。もっとね、笑ってるクマにするつもりだったんだけどね。でもね、可愛いからすごいお気に入り。そう、なんかベールとかもね、つけてるの。ちょっと後ろはちょっと汚いから見せない。イエーイ、可愛いでしょ？イエーイ。何でもできる、うん、ああ、駅のジューススタンドね、確かによくあるよね。すげえ、やった。中3？そう、中3のなんか中3なんか選択授業みたいなのが取れて、その時に家庭科取って、まあ、課題科も多分お料理とかね、あったと思うんだけど、私はね、ぬいぐるみ作りって書いてあったから、だってぬいぐるみ作れるんだよ。私ぬいぐるみすごい好きだから、それにするってやったんだけど、めっちゃ大変だった。半年ぐらい？半年じゃないな。2学期とか？ 2、3学期合わせて作ったって感じかな。でもいいよね。私こういうの好きな、作るの好きなんですよ。なんか無心になれるし、やっぱね、1個のものを作るっていうのがすごい好きなので。広瀬さんを作った桜木さん誰に作らされたの？自分で作ったよ。しかももう一個作ったの。でももう一個おばあちゃんにあげたの。ちっちゃいね、ちっちゃいうさぎさんを作ったの、茶色の。それはおばあちゃんにあげました。ワン&オンリーですね。そうですね、中3の家庭科の授業で作られた。広瀬さんなの？もう広瀬さんでいいですよ。じゃあこの子は広瀬さんで今日から。そうだね、ちょうどね、家庭科の授業でぬいぐるみ作るのか。そう、でもね、洗濯だったからね、全然ね、10人ぐらいしかいなかった。でもね、男の子も3人ぐらいいたよ。男子もね、ぬいぐるみ作ったなんかね、いろいろあるんだよね、家庭科の授業。そう、広瀬さんに、この子は広瀬さんになりました、今日から。広瀬さん、はーい。ランキング1位にプレゼントされます？しませんしませんよ。あ、音が止まっちゃった Thank you. 好物はやっぱりメロンパンなのかな。そうね、広瀬さんといえばメロンパンですからね。ぬいぐるみの中おっさんですか？誰も入っておりません。おっとっとっと。ミニチュアにして物販に売ってほしい。やばい、何億光年かかっちゃう。中学の頃からずっと大切にしてるの素敵。そう、だってさ、自分で作ってさ、この気に入ってるから、なかなかね、なかなか大事よ。でんまり小さくなってピンクになった。そうだね、私やっぱクマが好きらしい、本当に。クマちゃん大好き。かわいいよね。本当は妹さんが作りました。作ってない、私が作った。ワニの、あ、そう、でもね、ワニのね、剥製の方じゃないおばあちゃんです、あげたのは懐かしいね、めちゃめちゃ昔にあげたの。なんかおばあちゃん家にワニの剥製があって、それが小さい頃からめっちゃ怖くて、なんかワニの部屋、ワニの部屋みたいなこと言ってて、それをなんかこの間1年ぐらい前、夏ぐらいにおばあちゃん家行った時にいたら、またいて、でもなんかもっと大きかった気がした、自分が小さかったからっていう話です。私はワニがとっても苦手です。ワニとヘビがめっちゃ苦手。妹さん使いすぎ、ごめんなさい。本当にね、全部ね、あのリビングだからね、手に届く ところに何もなくてね、で今ね、iPod Touch が充電がなくて、挿しててね、
ちょっとありがとうございますって感じです。BGM 担当。で、みのりちゃんがメロンパン食べてるのを何回見たん？10回ぐらいかな。でもさ、あんまりメロンパンって外で食べなくないですか？なんか、ご飯じゃないじゃん。おやつだからさ。まあそんなもんかなって感じですよね。普通に。ご飯じゃん、いつも食べるの。でもさ、メロンパンっておやつだからさ、なかなか外じゃ食べないよね。次はやつにクマのぬいぐるみを着せます。今日のユフティシェリーメイみたいだから画面にクマが2人、あー嬉しい。確かに色的にシェリーメイっぽいよね。シェリーメイの耳持ってないな。ワニの話をすると顔が引きつるね。本当に無意識だわ。大人気の妹さんの声の出演はいかがですか？でも今はワニ色の衣装着て。ワニ色じゃないよ。こんな色してないよ、ワニは。なんか昔、山菜採りをね、よくしてたんですよ、小さい頃とか。みんな家族が山菜好きだから、よくみんなで採りに行ったりしてたんだけどね。そこでいきなりね、まあ、結構山みたいな感じじゃない、山みたいな感じのところで採るんですよ、山菜って。したらね、もう出てきたんです、そっから蛇が、野生の蛇が。もうそれでめっちゃ嫌いになった。妹さん、後でお姉ちゃんからバイト代ちゃんともらってね。わかりました。いや、ミルクレープで食べていいよっていうことにします。妹さん、イヤリング似合ってるね。そう、これね、一昨日ぐらいに買ったんだ。かわいいでしょ。でもこれもラティスなんですよ。ラティスっていうね、全部300円のところなんです。かわいいよね。お気に入り。春っぽくていいよね。うなぎってヘビみたいだよね。でもうなぎはめっちゃ好きだな、私。もう本当にさ、うなぎといえば山椒じゃないですか。で、私山椒が本当に大好きだから、山椒かけまくる。美味しいよね、うなぎ。でも白焼きが好きだな、私。タレのよりも。似合ってる、ありがとう。フラワーフラワーですね。そう、フラワーフラワー。昆虫類が嫌いな、嫌いではないけど苦手ではあるかも。まあね、みんな、フルポケみんな虫とかは嫌いっていうか、まあ苦手ですよね。参照、650人超えた。お、ありがとうございます。ありがとうございます。フルポケットの桜ギフです。見てくださってありがとうございます。白焼きが良いとは渋いね。そう、私渋いんですよ、昔から。本当にずっと小さい頃からおつまみ好きだもん、私。うなぎ屋さんにある骨揚げたやつ、食べたことない。うわー、ヘビやカラスが帰ったんで最悪。鳥肌立つ。あ、トカゲね。トカゲ可愛いよね。なんか小学校の美術室にトカゲがなんか飼ってる先生がいました。トカゲとかは平気だよ、全然。私カエルとかも平気だし。そう、でもね、ワニとヘビは嫌い。うなぎのタレの匂いに釣られるね。あのタレだけでご飯何杯もいけちゃうよね。こんにちは。お、初見さん、ありがとうございます。嬉しい。ゆっさん、ゆっさん、遅くなりました。こんにちは。どうも、こんにちは。ラコステのワニの T シャツ着てるし。でもラコステ全然着てるけどね、普通に。ポロシャツとかね、持ってますね、全然。それは平気。キャラクターは平気。後ろのクマさん、かわいい。お、ありがとうございます。こちら、今日広瀬さんという名前になりました。広瀬さんです。ありがとう、見てくれて。そう、なんかさ、そうだ、なんか桜がね、昨日東京都で咲いたんだって。励まきゃ
やっぱ桜木だから桜には敏感なのでね、早く見に行きたいなって思ってるんですけども、お花見とか行った人いるんですかね。ピンクちゃんじゃないの、広瀬さんですワニとヘビは完全にトラウマになってるんだね。そうそうなの、まあ、別にワニに接触したことはないんだけどね、怖いからやだ。来週お花見するよ。うーん、いいなー、いいよね。早咲きなら河津桜。うん、どこにあるの。でもね、種類によってね、冬に咲いてる桜とかもあるもんね。どこが綺麗なんだろうね。でもこんなに暖かいから今年は早そう。お花見は人が密集するからそうだね、確かに。でも野外だからいいのかな。お日様だ、お日様、スプラッシュ、何か始まる。昨日のチアベース、チアボイスはね、お日様スプラッシュを歌ったので聞いてみてください、ぜひ。今日皇居散歩したけどまだかな。あー、確かに皇居のところとか綺麗なイメージありますね。目黒川混んでる。うーん、確かに毎年混んでるイメージ。でもなんかね、みんな行ってるよね。花粉症なので花見はちょっと。確かに私もめっちゃ花粉症。でも今日薬飲んでなかったっけ、外でだけど平気だった。確かにアイドルさんね、行ってるイメージある。なんかさ、目黒川ってなんかさ、なんだろう、なんか飲み物みたいのない、みんな持ってるやつ。それがなんかイメージあるな。バナナワニ？え、そんなのあるの？河津桜はあちこちで咲いて散りました。あ、そうなの？聞いた、チアボイス毎日ありがとう。ありがとう。もうね、毎日やりすぎて本当にみんなもね、チアチア大変だと思うんですけれども、ゆっくりでいいのでね、ぜひ聞いてください。今はなんて読むの、沈む蝶に花。わからん、なんて読むんだろう、調べよう。人長毛。うん、かわいい。なんか、かわいい。人長毛って読むね。今、ポップクラシック見てたんだ。うん、ありがとう。見てくれてたの、YouTube で。今、ポップクラシックの動画が YouTube にアップされたので、ぜひ見てみてくださいね、皆さん。桜のスパークリングなんとか。うん、そうかもしれない。みんななんか、炭酸みたいなやつ飲んでるかも。毎日聞いてます。ありがとうございます。目黒川ってピンクのスパークリングワイン、うん、それかもしれん、それかもしれない。なんかすごいみんな飲んでる気がする。人長毛、みんな教えてくれてありがとういい香りだ。どんな香りなの。ちゃんと自分で調べました人長毛。お花ってあんまりね、なかなか身近なものしかわかんないから。匂いといえば広瀬さん。そうだね。匂いといえば広瀬さんですよ。Nスパ聞いてくださってる方はね、あの、広瀬さんの朝の匂いが好きとか、あとなんだっけ、布団、お日様に干したお布団の匂いとか、好きって言ってる。そんな存在感ある広瀬さん。かわいい、かわいい。この時期、家の庭先とか人長毛の、そうなんだ。
人帳芸ね、もう覚えた。もう読めるよ、人帳芸。白いお花ね。見つけたら、ちゃんと匂い嗅ぐね。甘酸っぱい香り。そう、なんか最近ね、友達とね、よくなんか、香水をね、探してていいのを。すごい最近いろんな匂い嗅いでるの。今日布団干したから楽しみですね。あ、絶対いいよ、今日は。天気めっちゃ良かったし。もう広瀬で ええのでは。みなりん、ありがとう。まあ、すごい、もう786人の方が見てくださってます。ありがとうございます。夕方になってきたからさっきと明るさが違う、全然。そっか、布団干しだけでも花粉ついちゃうもんね。でも私まだ今年あんまり平気かもしれない。なんか確かに飲まないとなんか喉イガイガするし、鼻とかもね出るけど、でもそんなに平気。まだ香水で沼だなって思ってみないにしてね。本当にそうだよね。もうさ、いろんな匂い嗅ぎすぎてわけわかんなくなっちゃうからさ。でこの間ね、白みんな白の香水好きじゃない、女の子今すごい人気じゃん、白の。だから白の香水ね嗅いだけどね、いい匂いだった。しかもさ、香水ってそのなんだろう、時間が経つとさ、匂いが変わったりするじゃん。なんか3段階くらいあるじゃないですか。だから最初の匂いが良くてもなんか分かんなくないって思っちゃった。でなんかいろいろ嗅いでると分かんなくなっちゃって、自分何が好きなんだろうって思っちゃって、なかなかね自分に合ったのがまだ見つけられてない。今年は鼻より目がやられる。全然目平気かも今年。てか多分私もっと多分4月5月ぐらいの時がやばいかもしれない、いつも。でもね、いつもこの時期はまだ私スキーしてたんですよ、ずっと。私スキーして、アルペンスキーずっとやってたんですけど、で、もう3月のスキーとかってあんまり雪ないくて、森の中とかにあるじゃないですか、スキー場って。だから花粉すごくて、大変だった思い出がある。白昨日行ったらメンズまみれだったから、ホワイトデーだからじゃない？絶対そうだよ。今白めちゃめちゃ人気だもんね、女の子から。白の香水も気になるね。いいよね、炭の。シャネルの香水、家族から不評なんですけど、そう。でもいい匂いだよね。まあ匂いってね、難しいよね、人それぞれ好きな匂いとかあるから。私はね、あんまりね、私の友達すごい甘いのをつけてるんですけど、でもそれを変えたらいい匂いだけど、ずっとつけてたらちょっとなんか甘すぎちゃうかなって私は思ったから、結構さっぱりめな匂いが好きらしい。炭の残りがするやつが好き。炭ね、いろんな匂いがあるからね、本当に。800人の方が見てくださって、821人の方が見てくださってる、ありがとうございます。ね、まあでも人それぞれだよね、本当好きな匂いって難しいね。私も甘いの苦手。今やバナナ配信になったね。バナナのせるの忘れちゃったからね。でもバナナ美味しい。あ、でもなんか花粉の話したら鼻が良くなってきた。バナナの仕込みは？イフ？妹？切ってく
くれたのに載せるの忘れちゃった。バナナには何をかけて食べますか？そのままが多いけど、でもなんか前さ、イフキッチンっていうタグで載せたことあるけど、パンケーキとかだと絶対ね、あの焼きバナナが好きなんですよ私。だからフライパンでこうやってカットした小さいやつをフライパンで軽く焼くとめちゃめちゃ美味しい、トロトロして。あー、あのヨーグルト美味しいよねやっぱりバナナには山椒かけません。そう、でもなかなか山椒好きな人いないから、あんまりね共感してもらえない。ヨーグルトね、確かにヨーグルト入れるな。今プロジェクターの大画面で配信見てるよ。ありがとう、恥ずかしい、なんかありがとう。あ、シナモン絶対美味しい、シナモン好き。チョコかな、あ、そうね、チョコバナナだもんね。パンケーキとか唐揚げ、パンケーキには唐揚げとイチゴとブルーベリーのせないと。出た、あれはワッフルだよ、唐揚げのせてんのは。唐揚げっていうかフライドチキン、流行ってるやつですよね。山椒何でも合うね、合うよ。チョコバナナ味定番ですね、チョコバナナは。何時？もう半か、もうすぐ半ぐらいまでやろうかな。じゃあさっきからコメントになったからさ、大丈夫かな。絶対あるよね、ちょっと待ってね。コメントになってたからアイテムが読めてなかった。アイテムを読みます。鼻がかゆくなってきた。アイテムを読んでいこう。難しい、携帯変えたからさ、なんかさ勝手にスワイプしちゃう。ちょっと読んでいきますね、アイテム。ちょっとまた慎重に行こう。また変なところを押したら変なところになっちゃう。ここから。タルバさん、だるまありがとう。ユウさん、お花ありがとう。かわいいタンポポみたいなありがとう。キノさん、ハートありがとう。キノさん、そしてだるまも。ありがとう、イエイ、だるま。みんな緑のだるまありがとうございます。黄緑の。タラバさんもお花ありがとう、ありがとう。よいしょ。仙台の光雨さん、ハートありがとう。そしてバラも、仙台の光雨さんありがとうございます。画面止まってる時後ろの広瀬が動いてた。動いてないでしょゆうさん、だるまありがとう、ありがとう。みんなチュンチュンチュルルンチュルルン。またお日様になった、すごい早い。ドキドキしちゃうよ。じゃあ告知しようかな。じゃあまず、はい、じゃじゃん、あ、ちょっと待ってね。 OK、 はい、私たちがレギュラーラジオを務めております FM 富士ミュージックスパイス、木曜日の放送がね、あの私たち3月で M スパを卒業するんですけれども、残りね数回まだありますので、ぜひぜひ M スパ聞いてください、お願いします。はい、そして4月4日にフルフルポケットワンマンライブ4分の4を開催します。はい、こちらは私たち4人の集大成となるライブです。はい、まだチケットね、あの発売しておりますし、この今右上にある、多分みんなから見て右上にあるフルポケのねバナーがあると思うんですけれども、4人のねアーシャのが、そこをポチって押していただくと詳細も見えると思いますので、ぜひぜひそちらもチェックよろしくお願いします。お願いします。本当に本当にこちらのライブ来てほしいライブとなっております。ぜひぜひよろしくお願いします。
楽しい丸、そう楽しい丸なのこれ。見える？そう。うん、そうだ。みんなで一緒に願ってみましょう。早く収束するように。そうですね。はい、ということでよろしくお願いします。ゆうさん、だるま、ありがとう。皆さんも手洗いうがいしてくださいね、いっぱいあとお水は15分に1回飲むといいらしいですよ。17時までやってリルネイドの配信を一緒に見ましょう。ユフティン綺麗なのでしょ。ありがとうございます。仙台のひからめさん、どれもありがとう。引きこもりなので大丈夫です。あ、でも922人の方が見てくださってるから1000人いくまで頑張ろうかな。緑茶飲んでます。あ、なんか緑茶は菌をね飛ばすらしいね。手洗いは水だけでもいいらしい。あ、そうなんだ。後ろのクッションの上に乗ってるのは何？後ろのクッションの上に乗ってるのは何？何も乗ってないよ。あ、こちら？こちら広瀬さん？広瀬さんです。東京少女みのりの声がいい。ねえ、いいよね。お酒飲んで体内アルコール消毒してます。それは果たして効くのでしょうか。なんか今日前髪うまくいったんだよね。うまくいきました。なんか最近全然前髪がうまくいかなくてね。でも今日はねうまくいったの。リフティンかわいい、大好き、ありがとう、ありがとう。今日の髪型かわいい、ありがとう。今日はねちゃんと料理するからポニーテールにしました。ねえ、今日さ、なんかね、何もね、全然準備できてなくてね、歌ってもいいかなって思ってたんだけど、でもさ、この間もさ、入ってなかったのあるから、それをね、ちゃんと調べられてなくて、前髪いつもうまくいってると思います、ミシ。ありがとう。そう、どうしよう。でもなんか、練習全然してないからさ、下手くそなの聞かしたくないからさ次やった時に歌いますね。ゆうてんといえばポニーテール。踊ってみた？今どんぐらいあるんだろう。ストックたくさんあるのでね、徐々に出してますよ。皆さん楽しみにしててくださいね。バナナ、あ、あげないのスクショタイム、わかった。食べますか？あこんなんでいいのかな。世界プロいいか、歌で、はい、頑張ります。パシャリ。でも今ブスい顔してたらあげないでね、みんな。よき、あ、よきな、あ、はが、動きが早いらしい。ごめん。恥ずかしいじゃん、だって。はい、次はね、また配信するので、その時は絶対歌います。約束します。今日はちょっとね、お料理配信だったので、そこで、そちらにバタバタしすぎて、本当に。今なら何かやってほしいことを受け付けてますよ、皆さん。そろそろ生クリーム固まってきたんじゃ。確かに。でもお腹いっぱいになっちゃった、バナナ食べたら。夕ご飯大丈夫、大丈夫。私めっちゃね、消化するの早いから。
ちょっと待って待って待って、早い。二人合わせる、踊ってください。どうやって踊るの？じゃあ上だけね。ちぃちまらな今の君が振り向いただけで僕は何も言えなくなるよ。もどかしい気持ち飛んでけ、道東の空に紙飛行機。これ絶対だって立ったら私のね顔消えるもん。広瀬さんとの祝勝タイムいいよ。広瀬さんでーす、イエーイ。オッケー、そこでねベールつけたの。でもちょっと後ろ汚いからね。鼻がかゆくなってきた。あ、ギュッとするのね。分かった、ギュッともする。取れました、よいしょ。すごい広瀬さん人気ですね。よかった、ここにいて。さんを使って広瀬モノマネ、むず。ちょっと待って、え、むずいむずいむずい、待って何言ってる、いつも。あ、前髪崩れちゃった待って、むずいむずい。こうやって言うとさ、ミノになんていつも言っとるっけって思っちゃう。チョコパフェ、あのミノリに怒られる。二人は空の振り大好き、私も大好き。エノデンさん音符ありがとう。ユウさん誰もありがとう。ループケレーブ、でもなんかね歌えるやつあったらいいな。ちょっとじゃあ見るね、歌えそうなやつを見る。でも下手だったらやだな。じゃああれしていい？あのカラオケの時さ、ラジオ配信していい？したら歌ってもいいわ集中するから。ミラクルダイヤさんかわいい、ありがとう。ライブ1ヶ月ぐらいね、そうね。ゆうさん誰もありがとう。どうしよう、なんか見てみようかな、歌いそうなの。じゃあ、せっかくなら。でもちょっとすごく重いものやりにくいんだよね。なんかあるかな、歌えるの。なんかさ、好きな曲とさ、うまく歌える曲って違うから難しいよね。ちなみに今 AKB さんのところを見てます。いっぱいありすぎてって感じだよね。なんだっけあれ、待って。
ぱいありすぎてね。あ、今ちなみにカラオケ配信できるかわかんないんですけど、曲を見ています。無言ですね、ごめんなさい。みんな知らない曲かな。じゃあなんか春の曲にしよっかな。待って、これさ、まあでもみんな変わった方がいいよね。ねえ、イヤホンあったりする？借金。待って、わかんないとこあるかもしれないから、もしかしたら歌えないとこあるかもしれないけど、いい？ちょっと待って。いいよ。ちょっと待って。待って。一旦戻そう。待って、一旦戻そう。え、じゃあワンコーラスでもいい？わかんないかもしれないから。春の歌。待って、ちょっと待って、普通に配信戻して。春の、いいよね、いいや。やるか。ねえ、ごめん、本当にごめん、めちゃめちゃごめん。止められる音。ありがとう。よいしょ。じゃあワンコーラスだけありますね。お水飲む。うまく歌えないかも。出てるんだ。ここかな。終了します。抜けない、ちょっと待って。
けた。声出しも何もしてないからめちゃめちゃ下手だったかもしれないですけど、ありがとうございます。すごいみんないっぱい言ってくれてる。えのれさん、音符ありがとう。仙台のひからめさん、ハートありがとう。マー君、馬ありがとう。サイバさん、音符ありがとう。みんな優しいね、ありがとう、そんなに褒めてくれて。ユフティの声好きだわ、ありがとう。キノさんも音符ありがとう。ユキありがとう。ユウさんも音符ありがとう。めちゃめちゃ良かったんだが、本当良かった、ありがとう。緑の物体ね、これね、支えてるやつ、待って、なんで映っちゃってんだろう。ちょっと待って、いろいろ映っちゃう。まあいいよね、見えちゃうけど。 OK OK。 イヤホンつけた姿が可愛かった、ありがとう。お魚さんね、お魚さん難しくて練習したんだけど、ちょっと一人じゃ難しそう。ありがとう、みんな1092人の方が見てくださってる、ありがとうございます。はい、ということでそろそろ終わりにしたいと思います。では仙台のひからめさん、誰もありがとう。ということでランキング発表をしていきたいと思います。はい、3位、ゆうさん、ありがとうございます、ありがとう。そして2位はタラバさん、ありがとう、ありがとうございます。そして1位はキノさん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、皆さんすごくたくさんのコメントとアイテム本当にありがとうございます。楽しく配信できました。なかなかね、会えない日は続きますが、フルポケのね、曲を聴いたりだとか動画見たりだとか、こうやって配信もありますし、17日にもネットサイン会があります。まだまだね、予約受け付けております。今回はね、初めて CD ジャケットサインとかもあるみたいなので、よかったらね、Twitter でチェックしてみてください。本当に、ちょっと今ね、今日はゆっちゃんの女子力をなんとなく感じました。ありがとうございます。良い日曜日の午後でした。ありがとう。触覚がいい感じ。ありがとうございます。配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。お、ネットサイン会で会いましょう。サンキューゆっちゃん。ありがとうみんな。はい、それではスクショタイムしとく最後に。ピースじゃないよね。何がいい？フリルバケットです。こんな感じですね。お、1112位の方が見てくださってます。ありがとうございます。桜岐阜でした。では、あ、妹さんありがとうって言ってる。グーってやってます。はい、ということで、今日も見てくださってありがとうございます。また、ネットサイン、17日のネットサイン会で会いましょう。ひろせもありがとうって言ってね。ありがとう。ありがとうみんな、バイバーイ、元気でねー。